1881年10月のバニティフェア誌に掲載されたスパイことレスリー・ウォードによる風刺画表題の A コチマンは馬車の御車のこと。第6代マクルズフィールド伯爵トマス・オーガスタス・ウォルステンホルム・パーカーはイギリスの貴族。伯爵位を相続する以前、1837年から1841年まで、パーカーはオックスフォードシャー選挙区から庶民院に選出され、保守党の庶民議員として活動した。このマクルズフィールド伯爵は85歳で没した。伯爵とその夫人メアリー・フランシス・グローブナーの間の子供たちのうち下の息子であったセシル・トマス・パーカーは、カンタベリー大主教、チャールズ・トマス・ロングリーの娘、ロザモンド・エスター・ハリエット・ロングリーと結婚した。このため、セシル・パーカーは、同じく大主教の娘であった、キャロライン・ジョージアナ・ロングリーを、最初の妻としたダービーシャー州ローズレイのエドワード、レベット少佐と義兄弟となった。1899年12月に、エドワード・レベットが、フランスのポーで死去した時、レベットは、かつて義兄弟であった、セシル・パーカーを、遺言執行人に指名した。ありがとうございます。